リンパは、毛細血管から進出した一般に、アルカリ性の黄色の消液性の液体、結晶成分からなる、リンパ液とも呼ばれる。日本語での漢字表記は、リンともえ。細胞間を流れる、細胞間質液とリンパ管の中を流れる、リンパ液はその濃度が違うが、基本的に同じものであり、抗議のリンパ液は、細胞間質液とリンパ管内のリンパ液を含み、競技のリンパ液は、 リンパ管の中のリンパ液を示す。タンパク質の含有量は血管内の方が多く、硬質浸透圧は血管内で約28水銀中ミリメートル血管外では約8水銀中ミリメートルと厚さがあり、細胞間出液中の水分はこの厚さによって、腸脈に水分、電解質、血液ガスが戻り、筋肉の動きにより分子量の大きなタンパク質や、 ウイルスなどの異物等がリンパ管に吸収され管内リンパとなる。主な細胞成分はリンパ球であるが、末梢のリンパ管にはリンパ玉はほとんど含まれず、リンパ節を減るほどその量は増加する。リンパ管の下流域での出血が存在すると、リンパ内に赤血球が含まれることがある。消化管からのリンパは、脂肪球を含み、乳白色を呈するために乳尾と呼ばれる。リンパは、 リンパ組織から全身にリンパ球を輸送させることに関与している。毛細血管の透過性が更新すると、リンパの生成は促進される。凝固因子であるプロトロンビンが含まれるため、生体外では凝固するが、血小板を含まないため血液と比べその凝固能力は低い。リンパ節でのリンパの流れは輸入リンパ管、変炎道、中間道、髄道輸出リンパクラである。 リンパ本管は右リンパ本管と胸管の二つの流路がある。右リンパ本管は右上半身のリンパを集める1から3センチメートルのリンパ本管である。内径静脈と鎖骨下静脈の合流部に右静脈角があり、ここで静脈に合流する。胸管は左上半身と下半身のリンパを集める全長35から4 0トルの リンパ本管である。左右の超リンパ本管と腰リンパ本管が第二腰椎の前方で合流してできたものが乳微層である。この乳尾層が上行して胸口に入ることで胸管となる。書いた後などに傷口から染み出すこともある。若干べたつき、鉄のような匂いがするのが特徴である。リンパの運搬に関わる脈管や形成に関わる臓器を合わせてリンパ系という。 ありがとうございます。